我々は昨年、日本一に、なることができ、本当に選手たちが一生懸命やってくれたと思います。ただ、我々はシーズンの2位という中で、悔しい中で終わりました。そこを考えれば、今年はチャレンジャーとして、しっかりとリーグ優勝を目指して、このキャンプ、暖かい宮崎で、しっかり強い体を作り、最後まで戦い抜く精神力を。テレビ宮崎様、フェニックスリゾート様、